さすが北欧の車、寒冷地では最高です。経緯は生活上2台所有の車を1台にまとめたく、嫁のノートと私のインテグラを足したような2で割らない車を探しておりました。憧れの86や BRG はクーペなので、ベビーシートを乗せる実用性なしで却下。フォードはスポーツを探しました。インプレッサは馬力のなさ、トップモデルは自分にはオーバースペック、フィットはフルモデルチェンジ間近でタイミング的に無理でした。ゴルフはワンパターンなデザインが飽きてしまい却下。ベンツの A クラスはカバーレターも入れない不親切なパンフレットが届き即却下。そして行き着いたのが V40 でした。いや、ビビッときたんです。あのデザインに一目惚れしてしまいました。エクステリア、日中はおとなしい小動物にも似たゆるキャラな前方、斜め横から見ればクーペにも見える絶妙なデザイン。後ろはお決まりのヘクサゴンシェープがボルボのロゴを引き立てます。夜になるとおとなしさは消え去り、眉を吊り上げたようなポジションランプ、オレンジのサイドランプのさりげないアクセント、そしてデュアルキセノン HD、 そしてリアのランプがスポーティーさを前面に押し出します。フォグランプがないと困ると思いきや、ド迫力なハイビームの明るさが夜の安全運転をしっかりとガイドしてくれます。唯一注意が必要なのは、両サイドのバックランプ上部の付け根部分がとても鋭いので、車を手洗いする場合は気をつけなければ指を切ってしまうことでしょう。安全が売りのゴルボでこれはもったいない。インテリア、運転席はとても快適です。シートも束縛のないゆったりとした乗り心地。ランバーサポートとシートポジションをしっかり決めれば、あなただけのコックピットが完成することでしょう。助手席も同じ。後部座席は前より高め、そして少し中央寄りなので前方が見やすいです。車内多様なライトの演出のおかげで、まるで最新鋭の旅客機の中のようです。とても落ち着きます。5人目用の後部中央シートはあくまでも補助席扱いで、長旅には適していません。後部のサイドウィンドウは思うほど開きません。4分の1ほどガラスが出っ張ります。運転席のハンドルの左右のボタンでエアコン以外ほとんど操作できるのは慣れれば便利です。あったらいいな。機能は運転席から後部座席のベッドレストが倒せると最高です。他人を乗せて降ろした後、結果自分で倒すしかありません。エンジン性能、 1.6 リッターターボで 180hp、 大人2人に子供1人と入れられるだけの荷物を乗せても申し分ないです。スポーツモードにシフトを入れれば顔がにやりとします。パワフル感は最高です。高速道路の追い越しやアップダウンの多い山道でも安心して頼れる車です。これはトランスミッションに起因すると思いますが、発進時と停止時に挙動が不安定に感じられ、運転が下手になった気がします。停止直前でシフトをニュートラルに入れるとスムーズに止まれます。あとは欲しかった MT 仕様が欧州のみということが残念です。走行性能、市街地ではやはり取り回しが気になります。狭い道では余裕をしっかりとって運転する必要があります。高速道路では安定した走りができます。スタッドレスですがスムーズです。山道では曲がりたいところに曲がるインテグラ IS とさほど変わらぬ性能にびっくりしました。そして雪道では横滑り防止機能がしっかり働いてくれて、雪道でも安心して運転できます。ここらべはさすが北欧の車です。唯一の後悔は CC の 4WD にしなかったことです。乗り心地とてもいいです。長距離ドライブが楽になり疲れません。ただセンターコンソールのフローティングパネルが左足を曲げると膝のところに当たり少し痛いです。左ハンドル用のデザインがそのままだからでしょうか。燃費、センターコンソールの表記を参考にしていますが、平均リッター14キロくらいでしょうか。3人乗せて荷物いっぱいでも
この燃費、私は満足しています。価格、同じ様な価格帯でプリウスやレガシーが買える。このトップレベルの安全技術てんこ盛り機能が込みで、この価格はバーゲンプライスだと思います。街中ハイブリッドとワンボックスばかりでは本当につまらない。もっともっとこういう車が増えてほしいです。総評。取扱説明書はとても分厚いです。しかも分かりにくい。最新の技術がたくさん詰まっている車ですから、今の時代コンピューターやスマホが苦手という方には扱いにくい車かもしれません。若い頃、いつかはボルボ、そして世界一安全なスポーツカーに乗ることが夢でした。その夢を叶えてくれたディーラーの方に感謝です。正直会社のディーラーに行くのは勇気がいります。しかしこの車はその仕切りを取り去ってくれました。もちろんディーラーの方の偏見のない真摯な対応が嬉しかったです。まだ1000キロほどしか乗っていませんが、一般道で1回、高速道路で1回危険を回避できました。セーフティーパッケージは必ずつけるべきでしょう。過信はいけませんが、いざという時に助けてくれます。その1回のためにも必要不可欠な機能です。追記。去年の秋にポールスターパフォーマンスパッケージを追加しました。結論から言うと大正解です。1馬力につき1万円は買いでしょう。トルクも向上で、トランスミッションもスムーズに感じます。嫁も扱いやすく乗りやすくなったと喜んでおります。前はあまりにもガクガクするのでアイドリングストップをオフにしていましたが、今はそのまま使っても大丈夫です。自分だけではなく家族も喜んでくれているので、いい設備投資です。